はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。タルタルル様、ドラゴンリー様、千鶴様、ナオコ様、イブリン様、オノピーノリピー様、気まぐれタマ様、タムラ様、ご支援ありがとうございました。気まぐれタマ様は猫飼ってらっしゃるのかな。ビスケット お守りもありがとうございました。直接昨日の忘年会で、手渡されたんですけれども、こちらの方もありがとうございました。お越しいただいた皆様、誠にありがとうございました。大いに盛り上がりました。昨夜はね、キャンセル待ちしてた K1 さん他複数の方々、一件もキャンセルなくてご希望に添えずすいませんでした。新年会の時はご応募お早めによろしくお願いいたします。新年会も必ずやりますのでね。メール党員さん、限定で、浦安市政治活動に乱入してまいりました。今日ですね、今日、都にはコラボ、千葉県には千葉コラボがあると思うんです。神奈川には神奈川コラボがあると思うんですね。茨城にも、まあ、全国あると思うんですよ。都道府県が出す補助金ですから、その一般社団法人、コラボみたいな、コラボの活動の補助金は東京都が出しておりますんで、47都道府県全部に北海道コラボとかあると思うんです。県民の皆さんは収支の開示請求、住民監査請求してもらえませんかと演説してまいりました。今一番旬な闇ですもんね。パヨが一番嫌がることは何かなって考えた時にですね、全国でその全国のコラボ的な団体の調査開始がとっても嫌だと思うんですよね。ですんでね、県民の皆さん、地区の皆さん、住民監査請求って名前ついてますんで、そこの住民しかできないんだろうな。東京都はひまそらさんがやってくれてるんで、他のね、神奈川県にお住まいの方は神奈川コラボを住民監査請求してもらってですね、動画は後ほどアップします。今日の浦安市の動画はひまそらあかねさんコラボの不正階級疑惑について行った住民監査請求の結果全文、12月29日10時30分時点の表示回数は1972万件でした。これの延べなんで、1人が3回見ると3回ってなっちゃうんですけれども、まあまあ日本人の数パーセントは見てんでしょう。8% とか 7% ぐらいは見てんでしょう。ネットの話、ああ聞こえない、ついフェミ息してない、まあついフェミのフェミの本家みたいなとこでしたからね。このために閲覧数表示導入したんかってぐらいナイスなタイミング。市民オンブスマンとやらは何やってたんだろう今まで。この事件をどこのテレビ局も取り上げないことが怖い。何があってもマスゴミは報道しない自由を行使します。この件報道しないメディアなんてもうメディアじゃない、よほど都合が悪いと見える。年末モードに書きつけて余計やらなそうなのがまた、そもそも予定外項目に支出してる時点でアウトだし、予定外支出してる時点でアウトす。疑惑だけで延々と叩き続ける事件もあれば、どっちに転んでも黒い話なのに報道しない自由を行使とか、リーガルハラスメントって何だったの、あの弁護団の態度、タイヤ買ってないじゃんという指摘には代表がちゃんと説明しないとな。ちなみに朝日新聞のツイッター表示数は平均5000回ほど2000万回言ってました。さっき確認したら、地上波スルーしてるのがすごいよね。新聞も買われた点って全国巡回してるし割と身近な問題だよな。
薬物牧師の続報がないのもおかしい。まあ起訴されましたとか、裁判ありましたとか、そういう続報あるもんですけれども、薬物牧師、コラボの仲間でコラボを支える会の一員だったんですけど、なんか会が立ち上がってから3日ぐらいで逮捕されちゃってまあ薬物牧師ですよ。コラボ騒動経緯のまとめであります。ニートにより、なんて読むのこれ、人痘一富士わかんねえ、ニートと呼ばせてもらいます、読めねえから。ニートにより炎上した温泉娘を愛していたひまそらあかね氏がブチ切れてコラボの収支を調査開始、不正会計及び補助金横領の疑惑を発見する。ニート弁護団を結成してひまそら氏を名誉毀損で訴える。ひまそらさらに資料を追及して東京都女性参画事業の補助金を独占する4団体を発見する。資料の解読作業の中、それらによる巨額補助金横領の可能性、また利権構造などが浮かび上がる。調査に参加した有志によれば、徴収された税金は反日団体や外国などに送金されている可能性が高いとされている。こちらにある外国とは北朝鮮のことですね。東京都監査委員会、本件清算には不当が認められ、本件請求には理由があるとして監査請求の正当性を認め、都に対してコラボの収支の再調査と再指導再監督、不正があった場合は返金などするように勧告、公金の使われ方について合理的な説明ができるようにすること。12月29日、昨日ですね。ネットの反応です。不気味なぐらい報道されないようなこの件、マスコミは報道しない自由を行使中。コラボ以外もやるのかしら。森かけ桜で騒いでさ、マスコミ何してんだ。これでもまだ報道してないの。公金横領の刑事事件にはならないの。横領ってことにならない、返金して終わりなのかっていう話ですね。乗り越えネットが絡んでる案件を報道したことなんかないだろ。闇深、領収書出せって言ったらハラスメントになるんだっけ。まあ名誉毀損で訴えるんだっけ。今までは暴かれる前に脅せばなんとかなってたんだろうな。まあ名誉毀損で嫌がらせ裁判訴訟下になんかすとなんとかなってたのかもしんないな、今までは。これで他の団体もいい加減なことできんくなるといいな。そうですね、他の団体も身動き取れなくなるといいですね。どうせ、茨城コラボとかあんだから、埼玉コラボとか。この発表を受け弁護団、不正な公金利用は一切ない、声明を発表。一切ないってすごい自信だな。議員の政務活動費だって議会事務局に聞きながらですね、ああでもないこうでもない、これは活動費に入れられないって悩みながら作成するものなのに、すごい自信だよな。これは一切ないって言ってるだけなのか。こんな自信ねえもんな。普通は東京都監査委員会が監査請求の正当性を認めて動いたのは6年ぶりだそうであります。住民監査請求を認めたのが6年ぶりだって。その他の都民の請求が何十件何百件あったか知らないが、ことごとく却下してたんだって。この辺も闇を感じますね。なんか市民オンブスマンの正体とは、なんかあるだけで形骸としてなんかありますよってだけの制度だったのかなって気もしますけど。コラボ弁護団、プロ市民による請求じゃなきゃ無効、リーガルハラスメントはやめろ。ちょっと何言ってるか分かんないな。嫌がってるってことだけ分かりますね。監査委員会の都への指導を受け、事態が動き出すのは年明けでしょうね。何かが正式発表されて、それでもテレビが報じないのか見物っすね。特に NHK、視聴率関係ねえくせに、こういうのも取り上げないっていうね。視聴率すげえ取れそうなのに、こういうの取り上げない民放とか。一応自称ですけど公共放送って名乗ってんだよね NHK はね。
皆様の受信料でね。で、あの受信料は番組視聴料ではない、この立派ですごい NHK を存続させるための経費である、納得して払えって言ってんだよね、そんなに立派なところがこれを報道するかどうか、あ、見物っすね。後ろめたい関係者は冷や汗で年越しどころじゃないでしょうね。年越しそば食っても味わかんねんじゃねえかな。表看板さん、表に出てる人間、全部の闇を押し付けられて、なんかいなくなるような気もしますね。これについてはね。闇が深すぎる。闇熊さん、某テレビ局の友人にコラボの件聞いたら、ネットと現実社会は別って言われた。なんでコラボを報道しないのかっていうこと聞いたらですね、ネットと現実社会は別って言われたそうであります。ネットの話、連中がひまそらさんを名誉毀損で訴えたのも幻。すごい視聴率それぞれなのにね。テレビはフィクションしか扱わないから。逮捕された薬物牧師は逮捕されていない。すべては夢幻である。それを言うなら、放送局と現実社会は別。むしろテレビと現実社会が別。つべネタでいくつも番組作ってんにゃん。まっとうな人がみんな見なくなって当然。都合の良いことはネットを引用。都合の悪いことはネットを無視と。都合いいこと言ってますよね。現実社会とネットは別って。この認識がまずあいつらのおかしいことで、何言ってるかわかんない、前提ですかね。うちの県は大丈夫かって疑問を抱かれてですね、全国的な調査に発展すると非常に困るもんね。テレビ局の仲間がね、千葉コラボを探られると困んもんね。テレビでやっちゃってね。なんかあのコラボ界隈や総掛かり界隈、テレビ局、新聞社ってなんか日本を破壊するっていう共通の目的を持つ同士っていうよりもですね、あまりにもあの一体化しすぎてて、同じ会社の部署違いに思えてきました。私には。大きな会社があって、総務部がテレビ局で、総係が営業部でみたいな、そんな感じの強い結びつきなんじゃないかって思えてきました。調査に今後進展あるでしょう。発表もあるでしょう。党が記者会見とかして発表しなくても、請求者のひまそらさんには、こうこうこうなりましたって連絡が行くでしょう。で、ひまそらさんはそれをツイートしてくれるでしょう。で、2000万アクセスぐらいあるでしょう。この件をですね、いつまでテレビが無視していられるか見てましょうね。見物ですからね。ある日突然、手のひら返して一斉に報道したら、あ、救えねえって諦めたんだな、思いましてね。今年も押し詰まってまいりました。中国共産党、日本の防衛強化がよっぽど気に入らないらしく、ここに来て今年のですね、おまゆう大将、候補を炸裂させました。おまゆう大将っていうのはですね、お前が言うなっていうですね、今年最も輝いたお前が言うなの大将ですね。中国外交部、日本こそが地域平和への挑戦とか言っちゃったらしいであります。ネットの話、お前らのせいだろ。聞きすぎでしょ。お前が言う、悪の帝国が何か言ってる。ロシアに同じこと言ってくれよ。全方位に喧嘩売ってるやつが何言ってんだか。てめえらのせいで仕方なくやってんだろうな。人民にとっての平和って意味ならそうかもね。恫喝の文言も随分苦しくなってきたね。アジアの平和イコール中国による統一と。そういう意味だ。掲示板が案の定ですね、五毛の集合場所となってて大爆笑しちゃいました。五毛が困った時にやるですね、中国がこんなに発展してたのっていうですね、ビル写真の貼り付け、久しぶりに見ました。これが見れる時はですね、バカ五毛どもが何も言い返せない困った時、窮した時でして、なかなか滅多に見れません。ビル写真の貼り付けはなんか立派なビル、上海とか、武漢とかのね、中国共産党が国内パヨと同じこと言ってて、笑っちゃうんですよ。地域の緊張を高めるとか、なんとかね。防衛強化ですね、日本が安全なればゆったりできんじゃね、アホタレが。防衛強化、守りを固めたら、ちょっと安心してられるでしょ。緊張どころかね。これはですね、緊張するのは、人民軍って意味ですね。あるいは中国共産党が緊張する。
地域が緊張する。ね。パヨの言い草は必ずですね、主語は何なのって疑問持った方がいいです。これ私から皆様へのアドバイス。九条は人民軍にとっての平和憲法であるとかですね。九条は人民軍にとっての世界の宝とかですね。人民の生活が第一とかね。中共はですね、何十年も何十年も諦めずしつこく、台湾は我が国領土、我が国の一地域って嘘言ってっからこうなんですよね。台湾侵略の意思も隠そうともしないしね。この間ですね、尖閣周辺領海に侵入して丸3日居座ったって事件がありまして、滞在記録更新ということで、ついこの間ですよ、日本が防衛強化するのは当然だ、何が悪いんだ、うるせえよ、なんか頭が弱い大男が泣きながらなんか言ってるイメージがするんですけどね、中国共産党。我が国は粛々とですね、男女共同参画予算と外国人生活保護と留学生優遇と怪しい団体への補助金を削ってですね、この他にもいらねえっていうものなんかありましたらコメントしといてください。減税しながら防衛強化すべしですね。もう諦めて文句垂れる元気もなくなるぐらい、防衛強化、粛々と行うべきだと思っております。というわけで、メール党員さん、大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご応募ください。ご応募じゃない、ご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。